友達と山にハイキングに行った時の話。オフロード車好きの友達とカメラ好きなやつ、俺の3人で山に分け入ったわけだよ。4人車で山のふもとまで行って、車で荒れ地を進むチームと歩いて山登りするチームに分かれて登山した。俺たちは歩いて山を登ってたわけだけど、途中でツアー客みたいなのと一緒に登る形となった。そんで時折写真を撮りながら集合地点に向かおうと思ってたところ、後ろのツアー客がざわざわしだしてきた。なんだろうなぁと思いつつも歩いてたら、いきなり後ろのツアー客に話しかけられた。この道で合ってるんでしょうか？なんだか時間がかかってますけど。いきなり何を言ってるんだこの人はと思いつつも、まあ長いですからね、もう少しじゃないですかね、と適当に返事をしておいた。そんなわけで歩き続けて、途中で休憩していたら、なんだか俺たちを囲むようにツアー客たちがまた集まってきた。今度はこれ道間違ってませんか、と来たもんだ。一体何のことを言ってるんです、と言うと、ツアー客たちがざわめき出す。どうやら俺たちを引率の担当者と間違っていた模様なのだ。私たちはただの一般人ですよと説明して、そこで勘違いが終わって何事もなく終わるのかと思ったら、ツアー客の一人がギャンギャン言い出した。まとめると、お前たちが間違った道に案内したせいではぐれた。ちゃんと元の道まで案内する義務があるから案内しよ、とのこと。勝手についてきてお前何言ってんの、子供じゃないんだから自分で何とかしろよと言ったら、顔を真っ赤にして襲いかかってきた。ただ動きがクソとろいもんで、避けたらずっこけて頭を石にぶつけて大出血。うわぁとドン引きして、そのまま集合地点に向かおうとしたら、また話しかけられる。呆れ。今度は別のまともそうでもなかったな人が、ここがどこなのか教えてほしい、後帰り道はどっちですか、と。俺たちはこの先を進むつもりです、帰りたいなら来た道を戻ればいいですよ、と説明したんだ。ただこの時点で3時過ぎ、帰るとしても麓に着くには8時頃になってることが容易に予想できる。ツアー客は30から40代だが、子供も多くて無理そうだ。なんとかできないか、君たちはどうやって帰るんだ、といろいろめんどくさい。そして友達が、私たちはこの先に車が来ているはずなんで、それで帰るんですよ、と余計なことを。案の定、乗せろだとか、怪我人と子供だけでも乗せてくれと集ってくる始末。そんなに人を乗せられないし、そこで血を流しているアホは自業自得だ。携帯は圏外だから、順調に降りることができたらすぐに管理人に連絡すると言って、やっと解放された。そしてここからが我々の修羅場。車で荒れ地を進もうとしたけど、予想外に時間がかかった。最終的に車中泊をして麓に降りることができたのは翌日の朝8時。もう疲労困憊コンパイラー。それから管理人に連絡したところ、もうすでに捜索隊が出たとのこと。これで万事解決。バカの勘違いに巻き込まれてただただ迷惑だった。後日談。後で管理人に聞いたところ、ツアー客たちは全員命は助かったとのこと。低体温症や凍傷になった子供がいたらしいけど、誰も死ななくてほんとよかった。